お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちら空だけで一気でやっていきたいと思うんですけども、先ほど動画撮りました。撮ったんですけど保存されませんでした。たまにあるやつですね。はい、残念。というわけで、奇跡的にですね、このデッキで12勝しちゃったんですよ。いや、それを撮ってたんですけどね。だからもう、生でみんなに見せたかったんですよ、やってるところをね。そう、だからまあ、ちょっと残念な部分があるんですけど、まあ、何本か紹介しつつ、ちょっと何千回やりたいなと思います。で、上2個はちょっとね、新しく潜り始めたやつで違うっすね。で、このエレジェイが12勝目で、バルーンが11勝目、10勝目って感じで、8勝無敗だったんですよ。で、この遅延スケラーから始まってって感じで、まあ最終的にはね、12の1だったのかな。というわけで、まあこの辺の試合ちょっと後から紹介しようかなと思うんですけど、ちょっと一旦ね、まあ2、3戦ほど、めっちゃ強かったです。結構なネタデッキなんですけど、空だけっていう、対空ユニットだけなんですけど、マジで。まあ他の選択肢はガゴ、スケドラガゴムレと、あと、インドラぐらいかな。意外と空ユニットちょっと少なかったので、まあ本当に、まあ、タクがそんななかったんですけど、まあ、ちょっと気になった方いましたら、皆さんもこれ、意外と強いです。はい、ちょっと使ってみてください。というわけで。まあ、乱戦がやって、せっかくちょっと12勝できたので、この、陸ユニットがないので、まあ、陸受けれないです。はい、受けれない中で、結構ね、いろんな敵にも勝ちましたし、まあ、12勝もできて、LJ とかにも勝ったのでね、どうやって勝ったのかっていうのも、ちょっと見せれたらなとは思います。さあ、で、陸ないんですけど、ライドラとかでちょっとカバーしていきながらね。よいしょ、これマジで残したいな、このライドラ。いやー、いいザップ来ちゃったな。さあ、今回、まあ、プリンスと、まあ、ディガー、ザップ、メガゴナン、ジェイプリプリかな。で、まあ、ジェイプリプリ、これ、まあ、見てもらえれば分かるように。リグがないんですよ。ないどころの騒ぎじゃないんですよ。ガチで。やばくないですか、これ。やばいんですけど、まあ、気合で、ああ、ダクプリ、内側来てほしかったな。気合で頑張っていきたいな。これ、メガゴダム当てられんのかな。うわー、いや、マジで、吐きそう。これ、やばい。本当にやばい。マジで笑えん。ああ、これ、メガゴ追加、いや、これ、メガゴ追加。いや、メガゴ追加いいかもしれない。相手だって、ファイボーを使ったもんね。さあ、これ、地味にね、両方守んないといけないんだよね。で、そっち使うとさ、ああ、これ、ザップだけか。いやー、やばいってー。やばいってー。待ってよ、エレキ使ってたよな、今。エレキ使ってたよな。エレキ使ってたよな。だから、サイコファイブボーイか、ファイブ回ってなかったら、とか考えるけど。まあ、ファイブ使ってくれたら使ってくれたで。よし。いやー、マジ、こういうね、陸デッキマジきついんですよ。逆にね、空デッキですよ。バルーンとかにはね、空しかないんで、意外と戦えるっていうのがね、先ほど分かりました。さあ、まあ、ホバと、まあ、これ絶対ライドラっすね。で、メガゴをね、相手絶対出したいんですよ、この辺に。うん。まあ、男の許容ですね。男の許容。いや、マジであるな。マジであるんだよな。で、まあ、絶対なんか来るんすよ。うん。いや、ファイボー防衛か。いや、うん、いい防衛だな。低め歴もある。いや、ここはやっていいな。ここやって、ファイボも割いたんで、バルーン追加です。いや、これ熱いぞ。これ熱いぞ。で、謎の真ん中スケバレで、これ、タゲ取ります。よし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 。逆に相手が陸デッキだからこその、この空パーティーですよね。で、もう一回ライドラですね。ライドラ、ライドラくん、あなたいないと守れないの。よしよしよし。で、まあ、いっぱい来るよね。いっぱい来るよね。いっぱい来るんで、一旦耐えたい。陸受けがないんだよ、僕。僕、陸受けないの。んー、耐えた。耐えた。よし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 。っていうので、意外と勝てるよう、勝てるもんなんですよ。なんとかね。はい。だから見てる感じ、強そうじゃないですか。ふざけたデッキなんですけど、意外と強いので、結構勝てます。思った以上に勝てます。なんなら、なんなら、普通のデッキ使ってるより勝てるぐらい勝てます。さあ、よろしく。いやー、怖いですね。なんでも、序盤からああいうね、陸も来るだけでも、多分おられるんですけど、おられる分、こっちもおっちゃろうぜっていう。さあ、ホグ来ましたね。もうホグとかも、もう、トリトンとかね、すぐ欲しくなっちゃうんですけど、施設とかね。まあ、我慢ですよね。さあ、いや、いた!入りすぎじゃない?檻?
ホグにオリディスって一体何のデッキやねん君。あーまあビビドスちっちゃいよねすぐ。あーもう無理なんですよ。ユウの完封しようなんて無理なんですよ。はい、ないんで陸受けが。しつこいようですけど、まあこっからですよね。あと相手のユニットに合わせてね、うん、圧着いか。まあ圧着いの場合はもう無理なんで、あーいいんじゃない、いいんじゃないこれ。あーめっちゃいい折りだな。圧着いお願い、こっち向かないでほしい。向くんだよね君は。すぐでこれ気づいた、圧着いの受けがないことに気づいたのでスケバレ防衛します。いやいや、いいスケバレだ。いや待って、苦しいって、対空ちょっと多いって。なんかテンプレの、いや違うねん違うねん、全然ちげえわ。なんだこれ、とりあえず言うの吉で、まあでも相手が圧着いコウモリだけっぽいので、いやわかんないんですけど、デリとかあったらマジ泣いた方がいいんですけど、圧着いコウモリだけならとりあえず攻撃つけてしまえばみたいなのがあるっすよね。うん、まあ、バルーンつけてもいいか、一旦バルーンつけてから考えよう。でコウモリもつけてあげて、よし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 、でベビーもつけてあげていいかな、一旦ユニットつけてから考えよう。よしよしよし、もうチンパンですからね。いや空だけは、ああ矢なめ持ってんのか、まあちょっと嫌ですけど、ここでいきます。ヤンキーぐらいがちょうどいいんですよ、クラロワは。お前それやりすぎだろっていうのがね、案外入ったりするもんなんですよ。ほら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 、入ってるぞ、刺さってるぞ。さあ7900です。これあのサラチラバです。僕あのマジでめっちゃラバー好きだし得意だし、あのマジで常にサラチンするんですよ。あのよくないかもしれないんですけど、もうこれね、そう22で折り合うんですよね。折り合ってからのなんですよラバーって。知ってましたか皆さん、これがね本物のラバー使いなんですよ。サラチラバです。でこれ問題は、僕の負け筋はキングかな。キングこれ圧着いホグとかで行かれることがやばいんで、それだけあの気をつけましょうか。なんでここはもう一旦防衛の構えですよね。ほい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 、さらちにしてね。さあナイス、まあこれですね。ソロユニット多いから意外と止まんないみたいなねところで結構勝てます。いやこれがねおもろいです。さあそんなわけで、先ほど順勝したあの何戦かをちょっと紹介したいと思います。これがまあ12、11、19、8って感じなので、まあ勝った4つ全部見せようかなと思います。いやこれすごいっすよ、本当に全部神試合というかマジでギリギリなんですよ本当に。しかもそこそこにいい立ち回りをねできてるんですよね。だからまあラバ使いの方はまあ参考にはなんないけど参考にしてください。そこそこに参考にしてください。まあ、スケバレこれちょっとソラユニットが疑惑な部分あるかもしれないんですけど、今さらまあ空飛んでるんでソラユニットってことにしてください。そこだけね、ちょっと優しさでお願いします。で、ちょっと相手何も出してこねえな。カットするか。飛ばして。さあ、スケバレね、まず飛ばしました。で、ここに対して相手が、アイウィズですね。これちょっと強くなったんですよね。アイウィズの唯一の強みと言いますか。でさあ、まあ、ラバ出して、まあ、アイウィズなんで、まあ、スケラか、まあ、ゴレかエレジェイか。で、墓石出たんで、まあ、スケラかゴレかエレジェイかと。どれかわかんない。まあ、でもナイト出たんで、ああ、君はスケラだねっていうのがわかりますよね。で、こっからなんですよ。そのラバって、スケラに対して、形によって相性良かったり、悪かったり、いろいろあるんですけど、ラバル、ディガーまであると、遅延スケラには相性がいいです。で、ラバルでディガーがなかったら、遅延スケラと、まあ、相性はトントンか、まあ、そんな、大して変わんないですね。4.5、5.5 とか、なんですけど、まあ、こんな僕みたいな、この、ね、ラバールなんだけど、なんか、すごいスペルもない変なのだと、ちょっと苦しい気がしたんですけど、まあ、この、やっぱホバリング法であったり、この、まあなんだちょっと特殊すぎることによって、ちょっと面白い試合になっていくんでね、ちょっと、はい、見ていってください。で、まあこの辺は適当に回してね、なんだろうな、この、やっぱディがないと、結局、ポイズンプラスのアイウィズトルネとか、ベビドラトルネを突破できないんですよね。そう。まあ、スペルもないんでね。奥底のこのアイウィーズが最強なわけですよ。さあ、まあ、こっからのね、戦い方ですよ。4枚ラバ、まあ、5枚ラバっていうんですか。
ラバでユニット3枚4枚回して、もう一回ラバが回ってくるので、そしたらね、もう一回ケツラバっていう、なんかね、ラバの光栄つけすぎないんです。見てもらえれば分かるんですけど、ラバの後ろに1体ライドルだけ出して様子見でさ、トルネードね来るよねっていうタイミングのね、さバルーンなんですけど、でさバルーンにねソラユニット対応してくるんで、逆サイここでねホバリングを生かすようにさ攻めていくものの、間の防衛もね、うまくてね、あれっていう。まあ、バル一発入ってますね。さあ、でかい。で、ここで、しっかりまたね、ユニットからか一旦。相手の攻めてくるのちょっと警戒しながらね。さあ、で、ライドラがね、スケラゲにそこそこに優秀なんでね、まあ、ライドラとベビーも出してあげて、で、トレーニング使いましたと。いや、これはチャンスですよと。さすがに行くよな。さすがに行ってこい。トレーニング使った後なんで、まあ、飛ばしとく。まあ、言うて、何もできないですけど、これもうユニット出してから、そうこれだけで止まっちゃうんで、ここで、まあ、相手がポイズン咲いたんで、ケツラバだと、その瞬間に、まあ、逆サイドだったり、同サイドだったり、ぶっ破されるんで、ラバではなく、ユニットから行くんですよ。これ僕はね、世界大会かけたラストチャンス予選でもやってた立ち回りなんですけど、このユニットからのラバだと、相手も攻めれないんでね、これがね、強いです。で、ここで、一旦多分ステイですね。はい。で、相手がポイズン使うんで、ここでまたね、最強なんですよ、僕の今ユニットが。相手がポイズン咲いてるんで、後ろライドラとか、後ろユニットが最強なので、一旦これもう一回ユニットからのラバをね、回していきます。相手これ今攻めれないんでね、攻めても僕今ユニットからなんで、コストもありますし、守れるんで。で、ラバ回せねーと思いながら、スケバリ一旦縦にもらってね、縦になってもらって、無理やりね。でも相手のこの、ね、やっぱアイウィズベビーボーポイのトルネードがやっぱ強すぎるんですよね。まあでも、ここは一回ね、ポイズンも終わる頃にユニット出しながらの、さ、相手のこの手前取るのもうまいんですけど。まあ、空対決ね、ちょっと制したいよねっていう。まあ、勝てるかちょっと際どいところなんですけど、さ、相手もね、もうダメージ追いつかないといけないので、攻めてきますよね。さ、しかもこうトルネードされて、いやー、やばい！スケラが、わかってるんだけど、なんもできないの。なんもできないの。だからもう行くしかないなと思いながらの、なんか奇跡的にバルーンが入って勝つっていう、この、そんな勝ち方でいいのっていうね、奇跡です。はい、本当に負けたと思ってました。なんならポイズン圏内で負けてましたね。でさ、ペッカラムはまあなんかすごいですね。またサラチ対決して惜しくも敗れましたね。だからこれ勝てそうだったんですけど、僕が最後攻める判断して、めちゃくちゃキングブップされて守れなかったんですよねっていうやつですね。さあ、でこれは10勝目かな。これ勝って10勝になるところか。はい。でも相手はなんかもうすごい、まあなんか、すごい出来ですね。で、まあ僕はもう、まあ僕もすごい出来だね。で、これ多分ね、マジ、どんな試合だったかも何も覚えてないんですけど、ペッカ無理なんですよ。とりあえず、ペッカ無理じゃん。抑えれないんで、あとスケルトン部隊もね、きついことが分かりましたね。呪文ないんで。めっちゃ待つな。あ、俺動いてますね。さあ、コウモリ。で、スケプト。まあ、とりあえずラバー展開するでしょうね。さあ、ラバ展開で。で、ここで、どうしようかなって。さあ、ペッカ来た。いや、ホバで受けるか、ライドラで守るか悩みながらの、結局、ライドラで受けても、多分、ペッカ守れないってなったんですよ。ライドラで遅くしたところで、ペッカこれ、3、4発殴って、どうせ倒れるなと思い、ホバ許容にね、はい、一時交換プランにしましたね。でさ、前手がエレキ出してきて、まあ、そんなコストはないよなと思いながら、絶対これ、ホバにユニット当ててくるよなって思って、のさ、スケとスケバラ追加して、さ、まさかのバルキリーインド当てられる。まあ何のデッキかわからない。まあですが、なんとか1対1ですよ。あ、これもガチトントンですからね。まあこのライドラいるのがいいですね。やっぱこうスペルないんで、インドラとかのリセットできないんですけど、やっぱライドラいることによってね、耐えれます。さあ、ここライドラ耐えて、いや、スケブキチガチでスケブキチやばい。ライドラ頼む、祈り。もうここまで来たら祈ることしかできないね。祈るの大事ですからね。さあ。まあね、ここは守って、多分、ケツラバやんないんですよ。僕、アド取れてるのあんま把握できてなくて、ここでケツラバした時に、逆サイというか、普通に2線側に、端前ピックされるだけで終わるじゃないですか。で、その後ラバインドラで溶かされて終わるなと思ったんで、ここはユニットからですね。はい。で、からのかな？多分、ユニットからの、またラバ展開行くと思うん、あ、行かないですね。ここで急になんかおしゃれぶった攻めが来ましたね。スケバレバル。これ加速してるんでね。はい。加速してて、まあ、ダブル落下ダメージでね。落下ダメねえか、スケバレ。
うん、昔あったんすよね。あれ？ちょ、記憶がすごい。今もあるっけ？今もあるっすね。ごめんなさい。さあ、まあ、守っていきます。さっきのね、まあ、ラバでも攻めれるし、このデッキ。ラバで、ラバホバとかラバライドラで攻めれるし、ラバールでも攻めれるし、ラバからの逆サイバルーンでも攻めれるし、スケバレバルーンでも攻めれるし、まあ、いろんな攻めパターンがあるわけですよね。まあ、それはちょっといい部分ですよね。さあ、相手ね、インドラエレキ、ヤナアメとかあるものの、このホバリングとかライドラとかを倒せるカードがまあないっていうので、しっかりこのね、ホバライドラを私はね、延命していきますよと。で、まあ、こっからの立ち回りとかもね、しっかり見ていきたいんですけど、シーバーズアップですね。もう怖いんでね、もう後ろからユニットですよ。後ろからユニットで、まあ、防衛考えてね。マジで。でさ、この時にはさすがにライドラ出すよと。あれ？これもう買ってくれってなるじゃん。でもこれね、やばいんですよ。いや、バルキリーホーク、スケブ、なんも止まらん。ガチで。これやばくない？これでワンパンされたらマジで話になんない。マジで頼む、マジで頼む、マジで頼む。祈りが通じてね、耐えました。で、もうさすがにここはね、バルーン飛ばして、まあ、エレキも咲いたんでね。いやー、なんもないよなーと思いながら、一応防衛の小森として。いやー、怖いですよ。本当に、タワー2000あってもね、まあ、こんな守れねー、なんか自分が嫌になると言いますかね。困りましたよね、本当に。さあ、で、これ勝てば11勝でボーラーボルンですね。いやー、これもね、めっちゃきついよなーと思ってたんですよ。ボーラー来て、まあ、バルーンかスケラかどっちだろう。まあ、とりあえずユニット合わせていくよね。まあ、バルーンもスケラもどっちもやんですけどね。この、なんだろう。まあ、ライドラとライドラはトントンなんですけど、ライドラ取るねっていう。そう、あとはフリーズもあるんでね。嫌だよなと思いながらさ、ここ男のケツラバですね。なんかここ来ても、なんかユニットで許容してでいいかなっていう。でさ、で、ここはホバ許容ですね。さあ、しっかりラバの後衛にホバがつくようにと。で、もう相手のデッキ分かってるんで、インドラが来るのは分かってるんですよ。ああ、あなたインドラだねって、ライドラ持ってます。こんにちは、ライドラくん。言ってあげて、まあインドラにね、まあフリーズ来るよね。まあこれも分かってるんですよ。しょうがないんですよ。まあでも、まああなたコストがないのも分かってるんでね。まあ僕この、相手のバルーンフリーズ結構使うというか、好きなデッキなんでね。その、されて嫌なことが分かるんですよね。そう、一枚一枚、コストがちょっと重いのも弱点なので、しっかり攻めてあげて、ここもね、見てほしい。あえてトレネ使ったんで、これやばいっすよ。加速いきます。てぜん。さあ、スケバレからのバルーンですね。スケバレバルーンで同じところに出してあげると、まあ、バルーンがめり込んで前に行って、しかもスケバレの方がね、スピード速いんで加速して、さあ、ワンパーン。これやばくないですか？このスケバレバルーンってネタ戦術なんですよ、ぶっちゃけ。なんかさ、コウモリとかスケドラとか、まあソレイニットでね、バルーンをルート強制するっていうのとかもあるんですけど、ね、加速させるっていう技もあるんでね、まあ、あんま使う場面ないんですけど、スケバレバルーンデッキちょっと面白そうだなって思った方はやってみてください。で、このまたびっくりなことに、ソラユニットしかいないんで、相手のバルーンが余裕で止まっちゃうんですね。これもね、想定外です。想定してなかったですね。まさかのびっくりです。はい、そんなに守れるとは思ってなかったんだよなと思いながら、もう空しかいないんでね、相手もこいつ空しかいねえじゃんって、おいバルーン飛んねえじゃんっていうね。さあ、これインナラの竹を取るスケバレっていう、しかも破裂時にねラバにターゲットいくんでね、このスケも残るっていう、ちょっとおしゃれスケバレですね。さあ、ラバを延命するスケバレと。さあ、でもうね、インナラをね溶かしながら、相手はフリーズどこに打とうかって、俺のユニットなんもいねえじゃんってね、はい、もうびっくりしてますね。空デッキ、空しかいねえじゃんで詰むやつですね。いや、これがね、まさかの、この時点11-1ですね。さあ、というわけで、ラストね、これ12勝。これ勝てば12勝で、しかも、エレジャイです。で、エレジャイはね、もうぶっちゃけやばいですね。なんだろう、溶かせないじゃないですか、このデッキだと。火力もないから溶かせないし、エレジャイ絶対入るし、施設取るね、あって、吹き矢もベビドラもまあ、どれももう導入もできないわけじゃないですか、僕からしたら。ゴルナイでさえね。ですけど、これもね、ガチ神試合でしたね。まあ、吹き矢出て、お前は何のデッキやって、いつの人やってなったんですけど。さあ、まあ、ベビードラ降りで、まあ、エレジャイ感濃かったっすよね。まあ、マッチョ逆サイ行ったのも辛かったですし、さあ、まあ、ベビーだけで許容してもなと思いながら、ホバも出してね。一応なんか、スペル垂れるの怖かったんで、距離離しておいてますね。さあ、で、
まあ、このライトニングはまあぶっちゃけ美味しいな。美味しい、それはやってんぞと思いながら、まあケツラバーですね。ライトニング打たれて、まあエリアド、まあ取られてないですし。うん。なんかエリジェイのさ、カウンターでもメガゴムライドラもコウムロもぶっちゃけ何でも行かれるじゃないですか。エリジェイ取るので。なんか攻められながら全部行かれるのやばいよね。まあライドラ出して、まあライドラで一応タワー折られない程度では守れるんですよ。で、攻めトルネされると、タワー折られます。折られるんですけど、トルネ使ったら、あなた、俺のバルーン止めれないよねっていうので、まあトルネ使われるとね、折られるんですけど、相手も折れなくなるんで、まあここは攻めますね。多分ユニットもう一枚追加しますね。はい。まあここ吹き矢が出てこなかったら、ああ、ライトニングボーイ来るんだなってなるんで、多分ユニット追加しないんですけど、キアまで咲いたんで、ああ、ライトニング打ってこないねっていうか、打てないねっていうので、まあ、ユニットさらに追加して、確実に折っていきます。いや、もう、これ結構絶望的ですよね。ぶっちゃけ。まあ、真ん中リレーされるだけでやられるじゃないですか。まあ、でも、僕の勝ち筋は、最終的に、なんだろう、僕の空の方が多いんですよ。だから盤面に残るユニット量で勝てるっていう。っていう部分かな。まあ、あとはやっぱ、ホバー、ライドラ、どっちかにやっぱトルネード使わせて、バルーンを刺したいっていう。なんで、早めにエリジェイ出してトルネを誘ってますね。うん、だからこれバルーンかライドラ、どっちかにしかトルネ打てないじゃないですか。そしたらまあ、相手は攻めようとして攻めたら、俺のバルーンが入るよねっていう。うん、でも俺もね、守りたいんで、守ってます。で、ここはでも男の気をしてます。はい。無理にユニット出さずにね。で、僕は降りたいんで、攻めます、ここでね。さあ、しっかりコウモリとかも出しながら。いや、370でもね、折んなきゃやばいんですけど、この相手のトルネもね、いいんすよ。で、吹き矢が強いの強いの。このスケバルもちょっとね、なんとも言えないスケバルでしたね。まだ一旦爆破は入ると。いや、怖えと思いながら。いや、相手の真ん中吹き矢うまいね。で、これライトニング警戒してます。ライトニング警戒からの、もう行くしかねえ。さあ、ホバリングがね、ブーストすると、これ319ライトで落ちるんでね。まあ、このホバー入ってなかったら負けてたよねっていう、まあ、奇跡的勝利ではあるものの、まあ、12勝できてるんでね。そのネタデッキではあるものの、本当に勝ててるので、ちょっと皆さんもね、この、対空だけデッキ、おもろいんで、思った以上におもろいです。はい。やってみたらね、わかると思います。ぜひやってみてください。よければね、チャンネル登録、高評価の方もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またねー。